呪いとして払う。くそ、どうしたらいい。今はどういう状況？古城先生、どうしてここに。いや、俺は不平等に人を助ける。それなら見せてみろ、伏黒恵。 強い言葉を使っていないのに先輩の喉が潰れた。それだけ格上。だから俺が一番背負っていない。だから俺が先に倒れるなんてことは 許されねえんだよ。めぐみ、やめろ。ここまでだな、フルベ。ゆらゆら。 宝の持ち腐れだな。 こいつを調伏できた奴は一人もいない。フルベ、ゆらゆら、外心症、マコラ。悪い、いただれ。おい、クソ野郎、先に行く。せいぜい頑張れ。待って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 。